私は今日産グローバル本社ギャラリーに来ています。キャラ違うねかも。今日ちょっとあれなんです、ちょっと OL っぽい感じで、なんならちょっと今日はですねすごいことがあるんですよ。なんとですねミスフェアレディの方に新型フェアレディ Z を紹介していただけるということでお呼びします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はあれですよね、こちらフェアレディ Z を詳しくご紹介していただけるということで、はい、ご紹介させていただきます、よろしくお願いします、はい、なので行ってみよう。で、早速ご紹介していただくんですけれども、今日はですね、なんと特別に撮影ということでステージ上に上げていただくことができました。よろしくお願いします。はい、皆さんもご存知だとは思いますが、こちらに展示されているのが、東京オートサロン2022で発表された日本仕様の新型フェアレディ Z です。かっこいいですよ ね。このビビッドなイエローなんですが、雷からインスピレーションを受けて作られた雷イエローというお色でございます。このなんかフォルムとか もう横から見た時にもキリッとしたライトとか、なんかデザイナーの方がどこにこだわったっていうのはあるんですか？はい、こちらがお客様にもご好評いただいている理由の一つとして、歴代の Z のオマージュを受けている点が魅力の一つとして挙げられております。まず一つなんですが、こちらのフロントのライトは初代の S30 のデザインをインスパイアしています。こちらは初代の S30 は何て言うんでしょう、前のこのライトのところにガラスのようなこうプラスチックのがついてたんですが、ちょっとこうカバーするような感じですね。ライトだったんですけれども、そこにこう光が当たったイメージでこの2本のラインが作られています。皆さんここ注目です、この2本のライン。なので形自体はちょっと違うんですが、 S32 にライトが当たった時の光の反射をイメージして作られているんです。リアのこのライトにご注目いただきたいんですが、こちらは分かりやすいかと思います。 Z32 のライトのデザインになっております。この S30 と Z32 はただいま期間限定で日産グローバル本社ギャラリーに展示がされているんです。はい、奥の方にありましたよね。展示コーナーに展示されているので、お客様も合わせてこうご覧になる方がとっても多いです。じゃあ新型を見て本当にどこのデザインが受け継がれているのかなということで、旧型も見れるということ、そうなんです。いいじゃないですか皆さんコロナ対策しっかりしてぜひお越しください。見てください、このホイール、これまたかっこいいじゃないですか。なんかこのホイールって今回こういうデザインにこだわったとかっていうのはあるんですか？そうですね、ホイールはプロトスペックですと専用色のホイールをご用意しておりまして、ゴールドのお色のものを用意しております。そして基準車はこちらのブラックのホイールですので2種類ご用意がございます。わあ、かっこいい。ここにこちらはレイズ製の19インチアルミホイールを採用しています。わあ、すごいね。あとはやはり Z は日本のデザイナーがデザインをしているということで、こう横から見ていただくと、この横のキャラクターラインには日本刀のようなデザインが入っています。これ日本刀のようなデザイン、このキャラクターライン、それをイメージしているということで、アリアの時もでしたけど、はい、ね、格子柄の組子柄です。そうです、組子柄が格子って格子柄組子組子柄のね、日本の伝統工芸ですね。ちょっと申し訳ない。日本のこのなんていうの、伝統的な柄を取り入れるっていうの、これめちゃくちゃ粋じゃないですか。これ日本刀を意識してるらしいですよ。そう思ったらすごいかっこいいですね。かっこいいですよね。これね、これめちゃくちゃかっこいい。
様ですね。しかもここにあのただペタってつけるじゃなくて、ここにまたさらにこうラインが入ってるじゃないですか。でこの陰影がつくことによってめちゃくちゃ立体的に見えるという。本当日本刀みたいな。ねえ、刃先のようなイメージですよね。ね、本当刃先のような、すごいかっこいい。行きます。これ待ってください。これめちゃくちゃかっこよくないですか。デザインの。このデザインもめちゃくちゃかっこいい。これ行きますよ。開けますね。うわ。以前オートサロンの会場に展示されていたモデルはプロトスペックという限定車だったので、室内のインテリアやシートにイエローのラインが入っていたと思うんですが。はい、見ました見ました。ご覧いただけましたか。はい、今回展示しているのは機銃車のバージョン ST というグレードですので、内装はブラックでとてもシックなデザインとなっております。すごい。よければイグニッションボタンを押していただけますか。座っていいんですか。いいんですか、座って。お座りいただくことがちょっとできないんですが。あ、そうなんです、できないんです。電源でナビとメーター画面だけもしよければご覧ください。ちょっといい。え、行きますよ。あ、え、うわ、今ちょっと警告を消してメーターディスプレイをちょっと変えますね。お待たせしました、はい、こちらのメーターディスプレイなんですが、日産のレーシングドライバーの松田継男選手が一緒にデザインしたことでも話題になりました、ね、本当にプロのレーシングドライバーがあのデザインしたってことは、それだけ実用性もちゃんと考えて見やすいとかも考えて作られたってことですよね、はい、そうなんです。走っている時にもとても見やすく作られております。そしてメーターディスプレイはデジタル化になったんですが、こちらの3連サブメーターは今回も受け継がれております。ブースト系、ターボ回転系、電圧系の3つがついています。なんかちょっとまだシートとかは座ってないんで、ちょっとちょっとカメラ撮るときにこうちょっとペッと触ったぐらいだったんですけど、すごいスウェード、本革のスウェード調ですごい気持ちよかったです。手触りはなんか、もし試乗できたら試乗させていただきますので、皆さんはぜひお楽しみにしておいてください。であとね、あのスポーツカーなので、あのそう軽量化に、とにかく速く走れるように軽量化みたいな感じのことで、ここじゃん、電動じゃなくてこう手動になってますね。なんかこういうところもなんか、まあ、使いにくいって言ったらまあそれまでだけど、すごいスポーツカーらしいといえばらしいので、なんかここがねすごく燃えたポイントでもありました私は。でこれ展示してあるのは、マニュアル車になってるんですよね。はい、現在マニュアル車を展示しているんですが、オートマもご用意しております。オートマ車ですとパドルシフトは日産 GT-R と同じものを採用しています。そして適度な操作力、心地よいグリップ感を感じていただけるようなデザインです。またグローブを装着した大きな手でも、小さい女性の手でもレバーに届きやすいようなステアリング操作がしやすいデザインの配置をしております。わかります。これ届かないやつありますもんね、こうやってパドルシフトが。やっぱじゃあそういうふうにもサーキットを走る人のことも考えて作られているということなんですね。ボンネットをあの開けてくれるそうです。やった、説明していただきましょう。今回特別にということで、はい、うわー、 V6 ツインターボ、今回も新開発の3リッター V6 ツインターボエンジンを搭載しています。最高出力が405馬力、こちらは現行車からプラス 20% アップしています。そして最大トルクは475ニュートンメートル、こちらも 30% アップし、
今までよりもさらにパワーがありレスポンスの良い走りをお楽しみいただけます。すごい、こんな大きいんですよ。 V6 って書かれてこの真ん中にバーンと、いやかっこよくないですか、ここ開けた時に。あ、 20% アップってすごいよさらにこのこちらは日産初のSR 車にはローンチコントロールの採用により加速タイムも今まで以上に向上しているんです。ちなみにローンチコントロールのこの数値とかって詳しくわかるんですか？残念ながらまだ詳細などは公開されていないんですが、ぜひもう試乗などが始まったら実際に皆様乗って体験していただければと思います。じゃあ皆さんそれまでお楽しみにということで、ちなみにあの、はい、グレードってどういう感じのグレードが展開されてるんですか？はい、グレードはオートサロンで公開していたプロトスペックというグレードを含めて4つのグレードをご用意しております。基準車がバージョン ST というグレードが今回展示している車なんですけれども、プロトスペックは2月7日から抽選販売の受付が始まっておりまして、約700万円で240台限定で販売をする予定です。こちらも 240Z にかけて240台と数量限定となっております。そして基準車につきましては4月下旬頃に詳細が発表される予定なんですが、だいたい500万円前後で販売を予定すると発表しております。どのグレードがこう今人気があるとかって分かるんですか？そうですね、グレードとしては基準車の中ではバージョン ST が一番グレードが高いので、ご興味をお持ちの方はとても多いんですが、いち早くお客様にお届けできるこのプロトスペックというグレードもとっても人気があります。これもまたね、どのグレードにしようか悩むのも楽しみなんじゃないでしょうか。別にちょっと開けていただきました。これ荷室はこんな感じになっているそうです。結構詰めるんですね。意外とお荷物も入りそうですよ ね。結構リアにかけてあのシューッとこう収束しているので、どれぐらい荷物入るのかなと思ったら割と広々詰めます。あのスーツケース1個はいけそうな感じしますよね。はい、おそらく余裕で入ると思います、ね。あのスポーツカーはね、やっぱりあのさっきも言ったんですけど、あの軽さがまあ命なところがあるので、こういうのもねすごく軽く作られてます。なので操作性もしやすいし、あの車重も軽くなるしということで、すごく二重丸なポイントじゃないでしょうか。これすごい、めちゃくちゃ薄い、見てくださいこれ。そして意外に荷物が積めるっていうのがなんか利便性もグッドなポイントでした。ゴルフバッグも大きさによるんですが2つ積めるようになっています。はいはい、ゴルフバッグも2つ積めるようになってるんですって。すごい。ということでですね、今回はミスフェアレディにフェアレディ Z を紹介していただくという私の夢が叶いました。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、あとですね、皆さんこの車の紹介してほしい、長期レビューやってほしいよっていうのがありましたら、ぜひぜひ続々コメント欄に書いてください。バイバーイ。